まさかこんな時にあなたたちが来てくれるなんて。確かボース支部に向かう途中だったのよね。ええ、その通りよ。狙ったようなタイミングで足止めを食らっちゃったわ。おかげでうちはとっても助かったけどね。それにしてもエステルと会うのは訓練場に行く時以来かしら。新しい仕事用の服もだいぶ板についたみたいね。そっかな。ジンさん、クローディア殿下、ティータさんとは初めてよね。私、ロレント支部の受付を務めるアイナと言います。よろしくお願いしますね。はい、こちらこそ。あの、よろしくお願いします。お前さんの噂はいろいろと聞かせてもらってるよ。あら、そうなんですか。ところでオリビアさん、そんなところでどうしたのかしら。気にしないでくれたまえ。決してあの夜のことがフラッシュバックするとかそういうわけではないんだからね。お？そっとしておいてあげなさい。そういえばアガットはアイナと面識あるのよね。まあな、ロレントにはあまり寄らねえから何度か会った程度だが。今回はよろしくね。挨拶はこのくらいにして、早速状況を説明させてくれる？ええ、お願いするわ。霧が発生したのは今日の明け方くらいになるわ。最初はうっすらともやがかかった程度だったけど、みるみるうちに濃くなって視界を遮るほどになったの。どういう原因で発生したのか現時点では分かりませんか？ええ、今のところはロレント市の全域を覆っているのは確かですが。霧にもいろいろ種類があるからな。沖合で発生して海岸に流れてくるものもあれば、盆地で発生するものもある。王国地図を見るとロレントは盆地にあるようだね。ええ、どちらかというと単なる自然現象である可能性も否定できないわね。どちらにせよ警戒はした方がいいみたいね。防水機は中断してこのままロレント地方で様子を見た方がいいんじゃないかしら。その方が良さそうだな。どの道霧が晴れるまでは定期船も動かねえみてえだし。あ、そのなんだエステル。例の空賊事件はどうするのかなって。そいつはもともと他に手がかりがなさそうだから調べてみようって話だっただろう。調査自体は王国軍がやってるし、俺たちが無理に行く必要はねえだろう。でもなんだ、気になることでもあるのか。あ、うん、そういうわけじゃないんだけど、でも私、エステル、あんたの心当たりが何なのかは知らないけど、少し冷静に考えてみなさい。え？空賊艇の奪還事件はある意味終わった事件よ。人質が取られたのならともかく、ギルドが動く緊急性もない。そもそも空賊がボース周辺に留まっている可能性も低いしね。それは一方、こっちの異常現象は今起こりつつある事件だわ。もしも結社の仕業だったら、さらに何か起きる可能性もある。さあ、どちらを取るのが正しいの？エステルさん。事情があると思うんです。だから、その、ううん、ティータ、シェラ姉の言う通りだわ。お姉ちゃん、ごめんね。シェラ姉、私ちょっと周りが見えてなかったみたい。謝ることなんてないわ。周りが見えなくなるのは誰にだってあることだしね。私だってそうだし、そこのアガットなんて特にね。んだと？でも己を見失わずに常に最善の道を模索するのも遊撃士には必要な心構えよ。言うは易し、行うは難しなんだけどね。そのあたりに関しては俺もまだまだ修行中の身だな。旦那の足元にも及ばんだろう。そうなの？どんな逆境でも己を見失わず
ユーモアすら漂わせる真の強さ。以前旦那がカルバードに来た時、何度も七を助けられたもんだぜ。そうなんだ。まああの親父の息なんざ簡単に届くわけはねえからな。俺たちは俺たちなりに一歩ずつ進むしかねえだろう。うん、そうだね。アイナさん、ごめん、話を脱線させちゃって。いいのよ。それでは話を進めさせてもらうけど、現時点であなたたちに要請したい仕事は特にないの。何か起こった時のために待機してくれるだけでいいわ。家で待っててくれてもいいのよ。あ、うん、家には戻るつもりだけど、それ以外に気をつけておくことってない？そうね、強いて言うなら街道の様子を調べてきてほしいくらいかしら。街道の様子を調べる？さっきも言った通り、霧はロレント市全域を覆っているんだけど、町外れの方にも結構広がっているみたいなの。今後のことを考えると、発生範囲がどのくらいか知っておきたいのよね。このまま定期船が使えない事態が続けば、陸路を確保する必要があるわけか。ええ、そういうこと。南のエリーズ街道、西のミルヒ街道、北のマルガ山道、この3つの道でどこまで霧が続いているか確かめてくれる？了解。そのくらいお安い御用だわ。さて、そうなると今回は私とエステルが案内役になった方がいいみたいね。うん、そうね。ロレント地方なら大体知ってるし。仕方ね、とっとと同行者を選びな。はあ、それにしてもすごいわね。知り尽くしている街なのに迷っちゃいそうな気がするわ。そうならないように地図とコンパスがあるのよ。方向を見失ったら参照しながら進みましょう。うん、そうね。とりあえずそれぞれの道で霧の範囲を調べるとして、アガとオリビエ、一度家の様子を確かめに行ってもいいかな。ああ、構わないぜ。エステル君の家か。これは楽しみだね。さてと、それじゃ出発するわよ。ここもかなり霧が出てるわね。ほう、ここがエステル君の家か。あの親父、なかなかいいところに住んでるじゃないか。そういうもんかしら。お茶くらいご馳走するから、よかったら上がっていってよ。お茶の用意は私がするわ。あんたは屋根裏部屋に上がった方がいいみたいね。屋根裏部屋？なんで？ほら、あれよ。ああ、そっか。さすがにこの霧じゃ、家の中が湿っちゃうわね。はあ、やっぱりうちは落ち着くわ。外が霧だらけだから余計にそう思うのかもしれないけど。それはあるかもね。しかしシェラザード、さすがに勝手知ったるって感じじゃねえか。そりゃまあね。ここの家とは随分長い付き合いだし。私のお母さんが生きていた頃からだから、もう10年以上になるかな。ええ、そうなるわね。確かシェラ君は旅の一座にいたそうだね。どんな風にエステル君と知り合いになったのかな？それはね。ちょっと知らねえ。いいじゃないの、昔の話だし。あれは、12年前。うちの一座がロレントに興行に来た時だったかしら。
その頃のエステルは今以上に好奇心旺盛な怖いもの知らずでね。興行の後、一人で私たちの天幕に遊びに来ちゃったのよ。旅芸人の一座なんていわばよそ者じゃない？普通興行以外で地元の人が近寄ることなんてなかったから、最初はみんな戸惑ってたけど。まあ、とにかく物おじしない子でね。毎日遊びに来るうちに、すぐにみんなに気に入られちゃってたわ。もちろん、私も含めてね。そんなある日、日が暮れてからエステルが帰ることがあって、仕方なく私が家までエステルを送っていったのよ。カシウス先生とレナさん、エステルのお母さんと知り合ったのは、その時だったわ。へえ、そんなことがあったのか。物おじしない性格は昔からだったわけだね。さすがに4歳の時だからあんまり覚えてないんだけど。でもその時から知らねえ、巡業でロレントに来るたびにうちに遊びに来るようになったのよね。そうだったわね。しかしシェラザード、旅の一座にいたお前がなんでリベールなんぞで遊撃士になったんだ？いろいろと事情があってね。8年前、遊撃士になろうと思った時、カシウス先生を頼ることにしたの。それ以来ずっとリベールにいるわね。なるほど。お前もおっさん絡みか。そういえば、その時にはすでにヨシュア君もいたのかい？あ、ううん。ヨシュアが引き取られたのは、その3年後くらいかな。シェラネーが声優劇師になるために王国中を回ってた頃だったよね。ええー、そうだったわね。旅から帰ってきたら見知らぬ男の子を紹介されてね。さすがにちょっとびっくりしたわ。あ、いきなり明るくなったか。霧の発生範囲はここまでのようだね。マルガサンド、ロレント市からおよそ140セルジュの地点と、広範囲に発生している上に魔獣も徘徊しているから危険だわ。うん、そうね。早く他の街道も調べてアイナさんに報告しなくちゃ。霧が晴れやがったか。エリーズ街道、ロレント市からおよそ60セルジュの地点か。霧の範囲内に魔獣はいないし、なんとか安全は確保できそうね。うん、そうね。これで残るはミルヒ街道方面だけね。あれ、そこにいるのは先輩たちですか？あら、リッチじゃない。リッチさん、お久しぶり。やあ、エステル、訓練場に出発して以来だね。アイナさんから聞いたよ、大変な仕事をしてるんだって。うん、まあね。リッチさんの方はひょっとして護衛の仕事？ああ、こちらのお客さんたちがオートに急用があるらしくてね。このままだと今日は定期船が運航しそうにないから、僕が送っていくことになったのさ。なるほど、そうなんだ。ご苦労様。先輩たちこそ、霧の調査ご苦労様です。街道の状況はどうですか？エリーズ街道の方はあまり霧は広がっていないわ。少し歩いたらすぐに視界が開けるはずよ。ふう、助かりました。それじゃ僕はこれで失礼します。それでは皆さん、オートに向けて出発しましょう。僕から離れないでくださいね。おお、よろしく頼むぞ。頼むわよ、遊撃士さん。霧が晴れたようだね。ミルヒ街道、ロレント市からおよそ80セルジュの地点。霧の範囲内に魔獣が徘徊してるから、結構危険な状況かもしれないわ。うん、確かに。
これで3つの街道で霧の発生範囲を調べたし、そろそろギルドに戻ってアイナさんに報告しよっか。ええ、そうした方が良さそうね。今鈴の音が聞こえなかった？遠くから聞こえてきたようだね。なかなか悪くねえ音色だな。うんうん、うっとりしちゃったわ。あれ、どうしたの知らねえ。あ、ううん、なんでもないわ。綺麗な音色だったから聞き惚れちゃっただけよ。なんだ、知らねえもか。鈴の音なんて珍しいけど、リノンさんの雑貨屋で新しく仕入れたのかしら。そうかもしれないわね。それはともかく、これで霧が発生した範囲は大体つかめたわ。そろそろギルドに戻りましょう。あ、うん、アイナさんに報告しなくちゃ。みんなご苦労様。まずは報酬を支払わせてもらうわね。しかし、もっと漠然とした報告になると思ったんだけど、そんなにはっきりと霧の境界ができていたなんてね。ええ、不自然といえば不自然ね。実際地図だとどんな風に広がってるの？ちょっと待ってて。エリーズ街道方面に60セルジュ、ミルヒ街道方面に80セルジュ、マルガ山道方面に140セルジュ、こんな感じじゃないかしら。これだけだとさすがに何もわからないか。そうですね、霧の広がり方は発生原因や風の流れで変化するそうですから。しかしどうにもはっきりしねえ状況だな。結局ここで待機しつつ有事に備えるしかねえってことか。そうなるわね。現状では王国軍も出動を決めかねてるみたいだし。あ、そういえばねえティーター、霧除去装置みたいな発明品博士が作ったりしてないかな。え、前に除湿機っていうのをおじいちゃんが発明したことがあったけど。除湿機、名前の通り湿気を取り除く装置ってわけね。それって使えそう？多分無理だと思うよ。屋外の大気を処理するには何百台も必要になっちゃうし、それだけ用意できたとしても一時しのぎにしかならないかも。はあ、そう都合よくはいかないか。せめて結社が絡んでいる証拠でもあればいいんだが、連中の仕業にしては中途半端な感じもするしな。中途半端っていうと？これまでの事件だとゴスペルが使われた時にはありえない現象が起こっていた。だが今回の霧はそこまで大それたものとは思えなくてな。それは確かに。それともう一つ、彼らは毎回何らかの形でメッセージを発していた。しかし今回はまだそれが見受けられないようだね。メッセージ？亡霊騒ぎ、サングラスの男、そして各方面に送られた脅迫状、こちらに怪しいと思わせる挑発的なサインがあったということさ。なるほど。確かに中途半端な気はするわね。どうしたのシェラザード？そのメッセージだけど、もしかしたらすでに受け取っているかもしれないわ。え？どういうこと？大変じゃ！市長さん？エッセル君、ずいぶん久しぶりじゃの。あ、うん、
どうも、久しぶりです。でも、どうしたの？そんなに慌てちゃって。って、前にも似たようなやりとりがあったような。市長さん、まずは落ち着いてちょうだい。何があったの？あったも何も。君たちの方は大丈夫だったようじゃな。ん？どういうことですか？先ほど、うちのリタ君がいきなり倒れてしまったんじゃ。しかも、同じようにいきなり倒れた市民が他にもおるらしい。なんですって？一通りの家を回ってみましたが、やはり全員症状は同じですな。呼吸も安定していますし、瞳孔にも異常は見られませんでした。ほとんど睡眠中と同じ状態なので、すぐ容態が悪化することはないでしょう。そうですか。不幸中の幸いというものじゃ。ですが、このまま眠り続けたら、体力の低下は避けられません。早急に対策を考えなくてはなりませんね。おい、大丈夫か？ひでえ顔色をしてやがるぞ。まさかエリッサのお母さんやルックまでが倒れるなんて。ちょっと驚いちゃって。エステル、気分が悪いんだったらギルドに戻ってもいいのよ。それとも家に戻って休んでる？へこんでいられないもん。それで教区長さん、昏睡の原因は分かりそう？残念ながら今のところは。ただ教会秘伝の着付けが効かなかったことを考えると、毒や病気の類ではなさそうです。あえて言うなら、何かに魂を囚われたような、そんな印象を受けましたね。何かに魂を囚われた。とりあえず昏睡した人の家を一通り訪ねた方が良さそうね。どのような状況で彼らが昏睡状態に陥ったか、家族から聞いてみたら何かつかめるかもしれないわ。わかった。エステル君、シェラザード君、今回の件はロレント氏から正式にギルドに調査をお願いする。どうか原因を突き止めて皆の不安を取り除いてほしい。任せて。微力を尽くさせてもらうわ。ねえみんな、やっぱり結社の仕業だと思う？その可能性は高くなったね。教会の人間でもわからねえ原因不明の昏睡状態、ありえない現象と言っても過言じゃなさそうだぜ。やっぱりそうだよね。それじゃあひょっとしてメッセージもあるとか？ええ、確かめる必要があるわね。倒れた人たちのリストはちゃんと手帳にメモしてある？ちょっと待って。その4人の関係者を中心に街で聞き込みをしてみるわよ。一通り回ったらギルドに戻ってアイナに報告すればいいわ。